佐々木朝日のビラグチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、スライデの展示会で購入したものが届きましたので、またまたご紹介していきたいと思います。前回も購入品、スライドマウジーかな、購入品をねご紹介したと思います。よかったら下にリンクあったくんで見てみてください。もう何買ったかね忘れてるぐらいなんだけれども、早速見ていきたいと思います。 SS の展示会で購入したものなんだけど、こう人気なものとかだともう売り切れてないものとかがねあると思うから、ちょっと紹介してもなかったらごめんねって感じなんだけども、購入したのも結構前だからね。はい、なんだなんだ、何が入ってるんだ。おおおお、あ、嬉しい、これ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 待ってたやつ、嬉しい。スカートですね、ミリタリー柄の。ちょっと開けてみるよ。こんな感じ、台形のスカートって感じですね。でここがちょっと切り返しになっていて、ちょっと折れちゃって分かりづらいかもしれないんだけど、切り返しになっててポケットついて、前がボタンがついてる感じになります。履いてみよう。はぁ、嬉しい、これ待ってた。値段がね7940円ですね。どうだどうだ、こんな感じ、可愛くない？丈が、このぐらい、膝ちょっと隠れるぐらいの丈ですね。こういう T シャツとかでもそのまま着れるぐらい可愛い、可愛い。最近さ、あったかくなってきたからさ、ズボンよりもちょっとスカート履くようになってきて、でこれもすごく涼しげでサクッと着れて良さげ、良さげです。後ろこんな感じ、前が可愛いよね。ここのここが可愛い、ここのここのとこ、ポケットも大きいし、ポケット手入れてても可愛い。スマホとか全然入るしね、嬉しい。続いてもう一つ、これはねエリオットサロペットワイドっていう、パンツ、パンツですね。これもね可愛かったんだよ、すごい気になってたやつ。前がこんな感じになってて、でサイドがねここベルトみたいになってて、でこんな感じです。かわわかわわかわわわ。お値段は 13,940 円でございます。これは可愛いわ。こんな感じ、なんか酪農家的な感じの、いいですね、いいですね。ちょっと上が今ここがねちょっともたついてるから、もうちょっとピタッと体にフィットしてるようなものを着てるとね、こうサイドが見えたりするのも可愛いよね。で前はねジッパーなのでね、すごい脱ぎ着も簡単で、ここのボタンも1個狭めることもできるから、体のサイズに合わせてね小さくもできる。いいねいいね。丈がねすごく嬉しいんだけど、こんな感じ、このぐらいの丈感ですね。なんか下だけ見るとガウチョパンツみたいな感じに見えるでしょ。結構面積広く見えるんだけど、まあ、足首出てるからこうスッキリ感が出ていいなと思うし、このポッケも可愛い、可愛い、どっちも可愛い、使える使える、超使う。ここがちょっとピロってなっちゃってるのがどうしていいのかわからないんだけど、まあ、横にちょっと入れたりすればいいのかな。今回には入ってなかったんだけども、スライデ展示会で購入したもので、この前届いたこちら、このイヤリングも可愛くない？これイヤリングなの、ピアスじゃなくてイヤリングで、ターコイズカラーとオレンジがすごく可愛いよね。つけるとこんな感じ、可愛くない？可愛くない？これもまだ売ってるかな、結構やっぱ展開が早いのでなくなっちゃってるかもしれないんだけれどね、もしよかったらネットとかでチェックしてみてください。ということで今日はスライデの展示会での購入品でございました。どれもまた着れるものが届いたので楽しみたいと思います。今日はねちょっと動画で簡単に撮ってしまったので、全身の様子とかをね映せてないんだけれども、まあ、またツイッターとかインスタとかで載せたいと思いますのでチェックしてみてください。それではまた明日、じゃあねー。